これ食べますか。食べるよね。はい。おー、いい。あ、切れ方が上手に切れなかった。そういう時最近多いね。あれ。あ、ハサミでちょっと切ってくれた。意外とね、おかしいね。キュッて内側に切って。最初から気をつけて切らないとね。そうだね。はい。これですよ。いいですか？美味しいよ。あら、美味しい。はい。うん。はい。うまい、うまい。うー言わなくてもいいよ。だよ。美味しいね。はいはい。お、うん、言わなくなり始めた。うん、最近もう言わなくなるよね。もう、うに飽きたか。うん。あ、ちょっと言った。うん。はい。はい、おしまい。ごちそうさま。そのうち食べながら撫でるね。ハンモックじゃないとこの時かな。ハンモックじゃない、ってことが少ないけどね。もう暑いかな、そのテント。そろそろかね。夜中はちょっと寒い。うん、はい。
じゃあ、あずちゃん、これいきますよ。伝説のブラシ&あれ？出ない。あ、出た出た。また旅。さあ、ずちゃんにはどんな効果があるでしょうか。どうですか。かじる。かじる。かじるんですか。ちょっと匂いにつられてやってきたかな。ちなみにはお皿使っとこうか。これ使っていい？じゃあ、いらないの。猫らしくないね。あんずちゃん、また旅ではなくて、そこの鉢に入りたかったんだね。はい、どうぞ。あれ？もういいですか？いらないですか？噛むんだよね。そうだっけね。
はい、じゃんくんにはこれね。はい、大人のたしなみ。ポンちゃんはポンちゃんいらなかった。ポンちゃんそれスマホにスリッシュでして、うん、あ、美味しゅうございました。特にゴロンゴロンもせず、うん、ほら鼻に入っちゃった。はい、はい、どうぞ。うん、足で撫でるとね、うん、撫でられな慣れてないんだね。はい、これがついてるでしょ。うん、あの、またたびちゃんついてる、残ってるかなぐらいだね。あの、うん、匂いはこういうところに、うん、あの、出すと匂いとスリスリちょっとだけするんだけど、背中をこれで撫でようとするとこれね、ちょっとずつだね。体にまだ触れられることが経験がないのかな。なんかご飯食べてる時だけは、うん、食べられるって言ってたよ。あ、そっか。じゃあそれから始めるか。うちに、うん、私たちも少し慣れてきて、うん、ジャン君がなでなでポイントに来るとですね、ポンちゃんが棚の上から降りてきて並びます。これはなでてほしいんではなくて、ジャン君の隣にいたいんだと思います。そうだね、ポンちゃん今舐めてたしね、うん、ジャン君に甘えたいだけだよね。甘えてるにゃん、ジャン君に。あ、ジャンちゃんが降りてきた。アズちゃんもなんか遊べるのかなと思ってきた。はい、アズちゃん。アン
ずーちゃんはちょっとずつ移動していっちゃうからね。あんずーちゃん。もっとだだだだ大好きになろうね。